ボルボ C70 はボルボカーズが製造、販売するクーペカブリオレタイプの乗用車である。下術するように、かつてはクーペタイプも販売されていた。まず1996年のパリサロンに止め見えし、翌1997年に発売開始。850をベースとし、それまでの格を基調としたボルボ車のデザインを大きく変え、流麗なボディラインを導入した。 このデザインは V70 以降のボルボ車にも取り入れられることとなる。駆動方式は FF。エンジンユニットは2.3リッター直列後、気筒 DOHC、ライトプレッシャーターボチャージドエンジン。1999年のマイナーチェンジで、エンジン排気量が2.4リッターに変更された。2001年にはカブリオレが追加された。電動式のソフトトップを備え。 側面衝突対応システムをカブりオれ用に改良したものを採用した。2004年のマイナーチェンジでターボがライトプレッシャーからハイプレッシャーに変更され出力が大幅に向上した。2005年のフランクフルトショーにてデビューし、2006年から発売開始。デザインは前期、後期とも、後に XC60 も手掛けたチーフデザイナーのフェディタルスマによるものである。 生産はピニーファリーナと共同出資で設置された工場で行われる。車台は S40、V50 と共通。ボディタイプはクーペとカブリオレを統合し、コンバーチブルのみ用意され、その屋根は初代のソフトトップからスチール製の三分割開閉式電動ハードトップに変更された。日本国内では2.24リットル直列を筒ターボと どうなの2タイプのエンジンが用意される。安全面では、カブリオーレとしては、世界初となる、ドア内蔵カーテンシールドエアバッグを採用している。2009年9月には、ヨーロッパ仕様が大幅なリフトフェースを受け、翌2010年3月に、日本向けもマイナーチェンジを受けた。なお、エンジンは、ターボモデルのみとなった。2013年に生産を終了した。ありがとうございます。